貧乏人の口に合いますか？これは俺からのおごりだ。じっくり味わえよ。酔っ払って真っ赤になった顔を醜い笑顔で歪ませているのは俺の同級生だ。奴は俺の姉にドンペリをぶっかけて満足げな顔をしている。こいつだけは絶対に許せない。そして俺は大切な姉を傷つけた同級生に対して自分の持てる力をフルに活用して仕返しを始めた。俺の名前は西田明彦、38歳。俺の両親はとんでもない人たちだった。父親はギャンブルに生活費を使い込み、母親はホストにはまって散財。二人は稼いだお金を自分のことばかりに使って、我が家は常に困窮している状態だった。お腹減った。明彦、姉ちゃんの分を食べな。姉ちゃんはもうお腹いっぱいだから。俺を支えてくれたのは、6歳年上で姉の彩音だ。姉は自分も空腹なのに、俺がお腹を鳴らしていると、躊躇なく自分のご飯を与えてくれる。中学生になると、部活は入らず、放課後はまっすぐ家に帰り、近所の農家で手伝いをして食料をもらい、俺に食べさせてくれていた。高校生になりバイトができるようになると、必死になって働いて家計を支える。しかし、姉がいくら頑張ってくれても、我が家は着るものに困るくらい貧乏だった。仕方なく、姉のお下がりの女物の服を着て小学校に登校していたこともある。そんな俺を馬鹿にしてきたのが、同級生の小山だ。お前女物なんて着てるのかよ。そういう趣味なのか？男のくせに。小山の父親は洋裁の会社を経営していて、大手企業からもそこそこ依頼があるらしい。おかげで地元ではちょっと有名な小金持ちで、小山はそれを断るごとに自慢していた。俺は毎月新しい服を買ってもらってるぜ。どうだ、羨ましいだろう。土下座して頼むなら俺のお下がりをあげてもいいぞ。お金は持っているけれど、性根が最悪な小山は、ろくに友達もおらず、やたらと俺に絡んでくる。今思えば、俺に構って欲しかったのだろう。最初のうちは俺も傷ついて泣いていたが、だんだん慣れてきて、奴を無視するようになった。小山とは腐れ縁で、中学、高校と同じ学校へ進学。ずっと俺に絡んで、貧乏人だと馬鹿にしてきた。高校生にもなると、小山の罵倒も日常になって、完全に無視していたのだが、ある時、無視できない事態が起こる。その日、俺は弁当を忘れてしまい、たまたま会社が休みだった姉に持ってきてもらうことにした。しかし、約束の時間になっても姉は来ない。どうしたのだろう、と校内をうろついていたところ、校舎裏で、小山が姉に絡んでいるのを発見した。俺と付き合うなら金に困らないぞ。ただし、貧乏人は嫁にできないから、お前は浮気相手ってことで。そう言いながら小山は姉に迫っていたのだ。姉は身内のひいき目抜きにしてもかなりの美人だ。過去に何人もの男に告白されていたらしい。小山も小学生の時に、姉を最初に見た際、顔を真っ赤にして見惚れていたのを覚えている。俺は慌てて二人の間に割り入ろうとするが、その前に姉がとんでもないことを口走った。あんた、明彦の同級生だっけ？あのさ、何様のつもり？付き合ってやってもいいですって。子供のくせに偉そうな口聞いちゃって。誰があんたなんかと付き合うかっつーの。姉から強烈な言葉のパンチを食らった小山は、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていた。姉はかなり気が強い性格で、小山みたいな相手には容赦がないのだ。呆然としている隙にその場から立ち去る姉。心配して損したわ、と俺もこっそりその場から立ち去り、
その後は何でもない顔をして姉と合流した。しかし、この出来事の後、俺に対する小山のいびりが悪化。姉に振られた腹いせに、弟である俺に八つ当たりしてきたのだ。私物を隠されたり、教科書を破られたりと、散々な目にあった。姉にバレると心配されるので、破られた教科書はテープで補強し、隠された私物は必死になって探して見つけ出す。こんな調子で高校3年間を過ごした後、俺は高卒で地元企業に就職した。小山は私立大学に進学することになったようだ。貧乏人は大学に行けなくてかわいそうだな、と散々煽られた。最後まで嫌な奴だったなと思いつつ、社会人になって忙しくなると、小山のことを思い出す機会も減っていく。それから20年後、38歳になった俺は独身貴族を満喫していた。家族と住んでいた家は高校卒業後に出て行ったきり戻っていない。姉も俺の高校卒業を見届けてから家を出て行き、それ以来両親とは連絡を取っていないそうだ。何度か俺のところに金の無心をする連絡が来たが、まともに子育てしなかったくせに今更頼るのか、と呆れ、現在は連絡先をすべてブロックしている。スマホも新しいものにしたし、住んでいる場所も教えてないので、両親が俺の生活に関わることはなかった。姉も俺と同じようにしているらしい。そんな姉から、ある日突然、こんなお誘いが来た。一緒に懇親会に行ってくれない？この度、地元で大きなファッションイベントが開催されることになり、姉が勤めている会社は協賛として参加することになったそうだ。懇親会はイベント前に参加企業同士の交流を目的として開催されるとのことで、かなり規模の大きな集まりになるらしい。最初は姉と上司が参加する予定だったのだが、上司が急遽出張が入ってしまい、姉だけとなってしまう。一人で行くのはつまらないじゃない。懇親会は参加者の招待なら1名まで参加 OK らしいのよ。なるほどね。カレンダーを確認すると、たまたまその日は休みだったため、姉のお誘いに乗ることにした。あんたと二人でお出かけなんて何年ぶりかしらね。じゃ、当日楽しみにしてるわ。姉の楽しそうな声につられて、俺の顔に自然と笑みが浮かんだ。そして懇親会当日。すごく広い会場だな。会場に指定されたのは市内にある大きなイベント会場で、大勢の人が集まって懇親会を楽しんでいる。会場内にはレベルの高いビュッフェコーナーもあり、ドリンク類も充実していた。お、このドンペリ。人気でなかなか手に入らないやつじゃん。俺はかなりの酒好きだ。ドリンクコーナーに置かれていたアルコール類を見て、ニヤニヤと笑みを浮かべる。あんまり飲みすぎるんじゃないわよ。私、あっちの席に座ってるから、適当に飲み物と食べ物を調達してきてね。はいはい。今日の俺は姉貴のパシリってことね。俺が冗談めかして言うと、姉もにやりと笑って、肘で俺の脇腹をこづく。姉は俺のことを親代わりに育ててくれた立派な人だけど、お茶目な部分も持ち合わせている面白い姉でもあるのだ。そんな姉の要望を叶えるために、彼女が好みそうな飲み物と食事を持ち、テーブルへ向かう。姉は会場の隅にある人気の少ない場所に座っていた。そんな姉の近くに見知らぬ男が近寄る。知り合いかな？姉と何やら話している様子だったが、その直後、なんと相手の男が手に持っていた瓶の中身を姉にぶっかけたのだ。は？俺は慌ててテーブルへ駆け寄る。すると、過去に何度も聞いた声が俺の耳に入ってきた。貧乏人の口に合いますか？これは俺からのおごりだ。じっくり味わえよ。
俺はそこそこ記憶力がいい方だ。なので、この声を聞いた瞬間、相手の男が同級生の小山だとすぐに分かった。姉は呆然とした顔で、汚れた自分の服を見ている。この服は、亡くなった祖母の洋服をリメイクしたものだ。祖母は俺が小さい頃に亡くなってしまったが、その当時からチャランポランだった親に代わり、姉の面倒を見てくれていたらしい。姉にとっては大切な、親代わりの存在だったのだ。おい小山、何してんだ？は？お前、もしかして西田か？こんなところで何してんだよ。それはこっちのセリフだ。俺は姉と小山の間に割り入り、姉を守るように背中に回す。小山は一瞬驚いた顔をしていたが、相手が俺だとわかると、途端に歪んだ笑みを見せた。俺は会社の社長としてこの会に参加してんだよ。俺の父親、洋裁の会社を経営していただろう。俺はそこの二代目社長だ。で、過去に俺を馬鹿にしたムカつく女を見かけたから、挨拶代わりにこれをぶっかけてやったんだよ。そう言いながら俺に見せたのは、先ほど見かけたドンペリだ。いい酒なのにもったいないとか、普通瓶ごと持ち歩くかとか、いろいろ突っ込みたいところはあったが、小山の顔を見るとやけに真っ赤で、酒に酔っていることが分かった。おそらく奴は、酔った勢いで姉にこんなひどいことをしたのだろう。あの時俺と付き合っておけば貧乏生活から脱出できたのにな。俺、今は社長やってんだぜ。お前が逃した魚は大きかったぞ。まあ今更後悔したところでもう遅いけどな。そんな大昔のことを根に持ってるなんて、お前かなりめめしいな。あ？なんだと？俺が言い返すと、小山が酒に酔って赤くなった目で睨みつけてくる。酔っ払い相手なんて怖くないけれど、騒ぎを聞きつけてだんだんと人が集まってきた。無駄に注目を集めたくないし、どうやってこの場を切り抜けようかと考える。そういえば先ほどから姉が静かだなと思い、どうしたんだろうと振り返ってみると、大切な服が。なんと、気の強い姉が、目に涙を浮かべて汚れた服を見ていたのだ。今まで姉はどれだけ辛くても俺の前で泣いたことがない。その姉が泣いているということは、この洋服は俺の想像以上に大事なものだったということだ。それが分かった瞬間、俺の中で怒りが一気に吹き上がる。貧乏女に高級なドンペリをおごってやっただけだ。なんでそんなに切れてんだよ。ニタニタと嫌な笑みを浮かべる小山。そうか。じゃあ俺に、お前の会社、潰すわ。は？本当は、今すぐ小山に殴りかかりたいほど切れていたが、あえて冷静な声を出しながら、俺は名刺を取り出す。そしてそれを小山に突きつけると、奴はこれ以上ないほど驚きの顔を見せた。この会社って大手アパレルブランドじゃねえか。そこの社長がお前だと。そう、俺はただのサラリーマンではない。昨年は海外進出も果たした国内外に1700店舗展開している大手アパレルブランドの社長なのだ。俺はもともと服飾に興味があった。というのも、昔は着るものにも困るくらいの貧乏で、小山から馬鹿にされまくった結果、これ以上馬鹿にされないように、自分でいろいろと手を加えるようになったのだ。おかげで裁縫技術は子供とは思えないレベルまで上がり、高校卒業後は服飾関係の会社に就職。ちなみに、小山の会社は同業他社だが、絶対に関わりを持ちたくなかったので、就活時には奴の会社の取引先を調べ上げ、今まで一度も取引がない会社を選んで就職した。その会社は社長が高卒ということもあり、学歴に関係なく
広く人材を募集していたため、高卒の俺でも難なく就職できたのだ。そこで俺は経験を積み、数年後に独立、そして自分の会社を立ち上げると、大ヒット商品を生み出して会社を急成長させた。小山の会社は同業他社で、うちより規模は小さい。少々無理はあるが、これまで培った人脈を使えば、こいつの会社を潰すことは不可能じゃないだろう。嘘だろ。お前があの会社のトップだったなんて。小山が呆然とした様子でつぶやく。すっかり酔いが覚めた様子で、俺と名刺を交互に見ていた。そんな小山に、俺は呆れた声を上げる。お前、父親の会社を継いで二代目社長になったんだよな。さっきの反応から察するに、俺の会社の名前は知ってたみたいだけど、俺が経営しているってことは知らなかったみたいだな。なんで洋裁会社の社長が俺のこと知らないんだ？俺のツッコミに小山は気まずそうに目をそらした。ちなみに、俺は同業他社のことは常に調べて、最新情報を手に入れるようにしているので、小山にはこんなことを聞いたけれど、奴の会社の事情はちゃんと知っている。小山の会社は数年前、父親が年齢を理由に社長を引退。会社は息子である小山が継ぐことになった。しかし、小山はチャランポランな社長で、まともに仕事をしていなかったようだ。奴が二代目社長になってから、業績は一気に悪化。真面目に社長の仕事をしていなかったため、俺のことも知らなかったのだろうと推測した。この懇親会は、大規模なファッションイベントの関係会社が集まったものだ。お前の会社は関係会社じゃないよな。もしかして、参加資格もないのに会場に入り込んだのか？違う。知り合いが懇親会に参加してて、俺はそいつに招待してもらったんだ。この懇親会はいろいろな会社が参加しているから、新しい仕事がもらえるチャンスだと思って。だんだんと小山の声が小さくなっていく。でも誰も俺の話聞いてくれねえんだよ。ブツブツとつぶやいている内容から察するに、仕事をもらおうといろいろな会社に声をかけたが、どれもうまくいかず、やけ酒を飲んでいたらしい。そんな中、数十年ぶりに俺の姉を見かけて、姉に八つ当たりして鬱憤を晴らそうとしたのだとか。最低だな、お前。俺の至極真っ当な突っ込みに、小山はアルコールではなく、周知に顔を真っ赤にしてうつむく。何か言い返したいようだが、学生時代とは違い、俺はきちんとした仕事についていて、チャランポランな名前だけ社長の小山より、社会的地位は上だ。そんな俺相手には下手に言い返せない小山は、ターゲットを姉に変えて攻撃を再開した。俺はただ、そこのブスを相手にしてやってただけだ。お前、昔から可愛くない女だったよな。そんな性格じゃ結婚だってできないだろ。家族参加 OK な懇親会に弟同伴で来るくらいだからな。先ほどまで涙を浮かべて落ち込んでいた姉だが、なんとか持ち直したようで、いつもより気落ちはしているが、ぎろりと小山を睨みつけながら言い返した。私結婚してるけど。ちなみに相手は弟の会社の取引先で、老舗の洋裁会社の社長よ。私と旦那に似て可愛い娘にも恵まれて、おかげさまで幸せに暮らしてるわ。旦那は仕事、娘は友達と遊びに行ってて、懇親会には参加できなかったのよ。予想が外れて残念だったわね。姉の言葉に小山はショックを受けたような顔をしている。姉は40代になってもなお美貌は失われず、街中を歩いていると男性から声をかけられるくらいだ。もしかして小山はまだ姉のことが好きなのか？ドンペリをぶっかけたのは、過去に自分に恥をかかせた姉への仕返しもあるが、好きな女の子の気を引きたくて意地悪するという
小さい子供がやるいたずらみたいな感じだったのかもしれない。俺は呆れながら同級生から聞いた小山のとある噂を口にする。お前は数年前に奥さんに離婚されたんだよな。子供の養育費の支払いで大変だって聞いたぞ。自分がフリーだからって姉貴の気を引こうとしてんのか。俺の言葉に姉が心底嫌そうな顔をする。ちょっと、やめてよ、秋彦。私、あんたに意地悪してたこいつのことは、昔から大嫌いなんだから。顔を見るだけで嫌な気分になるのよ。そんな相手とどうこうなるなんて、想像しただけで吐き気がするわよ。姉の容赦ない拒絶の言葉に、小山は半泣きになってしまった。哀れな姿だが、同情の余地はない。ねえ、警備員呼んだ方がよくない？あいつ、あの女性にお酒をぶっかけたらしいわよ。うわ、最低。俺、あいつの会社知ってるよ。このことは上司にちゃんと報告しておかないとな。周りで遠巻きに俺たちを見ていたヤジ馬から、小山を責める声が上がる。その声に気づかないほど小山は傷つき、俺たちにまともに言い返すこともできずうつむいていた。そんな小山に俺は最後の言葉を投げかける。そういうわけで姉貴のことは諦めろ。今後俺たちを見かけても絡んでくるなよ。場合によっちゃ警察に通報するからな。小山は力なくうつむいたまま俺の言葉を聞いていた。その後、小山は駆けつけた警備員によって連れて行かれる。姉の服にぶっかけられたドンペリは、うちの会社で働いているクリーニングのプロに任せた結果、きれいさっぱり落とすことができた。ありがとね、秋彦。姉の嬉しそうな顔を見て、俺もつられて笑顔になった。そして、小山のその後だが、警備員により会場から追い出され、おとなしく帰ったとのこと。姉に手ひどく振られてよほどショックだったのだろう。そして小山の会社はみるみるうちに業績が悪化し、結局倒産してしまった。かなり借金を抱えていたようで、同級生たちに金の無心を頼む連絡が届いたらしい。しかし、ねじ曲がった性格であまり好かれていなかった小山を助ける同級生は一人もおらず、借金漬けの生活を送る羽目となった。会社を失った後はバイトを掛け持ちして、借金返済と養育費の支払いに明け暮れているとか。高齢の両親は手助けできないため、小山一人で何とかするしかない。まあ、自業自得の結果だろう。一方俺は、今日も京都で仕事に明け暮れている。今度、姉の娘が自宅で誕生日祝いをするとのことで、俺も招待してもらえたのだ。可愛い姪っ子の誕生日をお祝いできる日を楽しみにしつつ、誕生日プレゼントは何にしようかなと考え、姪っ子が喜ぶ顔を想像して笑顔を浮かべた。